皆さん、こんばんは、マーティンである、ミャクウーマー、キングタクです。プロ野球、ヤクルートのショー、シェーズキャッチャーといえば、古田敦也さんですが、その前の昭和のキャッチャー、70年代か80年代、横、ヤクルートのキャッチャー、大谷明子さん、大谷明子さん、本当に強打のあるキャッチャーで、すごい、もう反応力、反応のいいキャッチャーでございます。はい。打撃も、まあ、グッドな方ですね。はい。大谷さんは、浜の監督、務めましたね。昭和の頃から、浜。 1997年まで、その前、次が、ゴンドウ監督優勝した時の監督。いや、優勝なかった。それが最高。2位でしたよ。これはもう、土台作りの監督。その2008年監督復帰し、2007年だかな、多分。4位と躍進数も最下位という結果で、これは、おったむげーですね。はい。監督時代と選手時代、差が違いますけどもね。はい。これは驚きました。まあ、ヤクルトの昭和のキャッチャー、大谷明彦さんのお話でした。 まあ、大根の選手です。バイバーイ。